ですね、ドーナツ店の CM が新しくなりましたけれども、ご覧になった方いらっしゃいますか？あ、どうでした？よかったですか？よかったそうですよということですが、他にもご覧になった方いらっしゃいますでしょうか？今日から東海3県で応援のようですので、またぜひ応援してあげてください。さあ、ということで、かけた？かけた？じゃあまずかけたシャオロンから発表してもらいましょうか。はい、それでは、じゃあちょっとハロー場所譲ってくれる？はい、では真ん中に来ていただきまして、皆さんによくわかるようにゆっくりと回してみせてくださいね。さあ、それでは分かった方と言ってから手を挙げてください。最初に見た人と後で見た人と不公平になっちゃいますからね。さあ、それでは行きます。シャオロンのお正月に食べたいもの、好きなものはこちらです。さあ、それでは分かった人。さあ、今度は誰にしようかな。じゃあそこで抱っこしてもらってるピンクのお洋服の女の子、前まで来てください。はい、じゃあステージ上がってくれるかな。はい、ステージに上がってください。はい、じゃあまずお名前聞きましょう。お名前は？いっぱい食べれるから好きだもんね。はい、という
恥ずかしい。あれ嫌だって。じゃあお兄ちゃん、お兄ちゃん代わりに、はい、代わりにお兄ちゃん、はい、では、はい、今日は誰と来てくれたんですか。みんなで何人で来てくれたんですか。なんか一生懸命数えてますけれども、知らないと最後に言われてしまいます。じゃあご家族の方手を挙げてください。おお、たくさんでお越しいただいてありがとうございます。じゃあ気持ちよさそうだね。頭クアラ気持ちいい、気持ちいいってほぐしてもらっちゃいました。じゃあまず答えを聞きましょう。これは何ですか。しゃぶしゃぶ、正解でしょうか。はい、正解です。しゃぶしゃぶ好き。食べたことないそうですから、お母さんしゃぶしゃぶやってあげてください。じゃあとっても美味しいから、クアラもおすすめで美味しいから、この色紙をお母さんに出して、お正月はしゃぶしゃぶよろしいですか。はい、あのお肉いっぱい売ってますからお買い求めください。はい、解放してあげて。はい、ありがとうございました。クアラはしゃぶしゃぶ、はい、やっぱりあのエネルギーの元はお肉ですか。はい、お肉いっぱい食べて元気に頑張ってくれるそうですので、ぜひですね、クアラへの差し入れはお肉がいいそうです。よろしくお願いします。はい、ということで3人に食べたいものを出せてもらいました。さあ、それではですね、今日はもうたくさん皆さんいらっしゃいますので、せっかくの機会です。ドーラに何か質問のある方いらっしゃいますか。ドーラに質問のある人、はい、じゃあそこの僕、何か聞きたい、何ですか。しゃぶしゃぶって書いてあるね。しゃぶしゃぶ、他にもあるの。でも一番好きなのはしゃぶしゃぶ。あとはコーン、コーン、トウモロコシ焼きね、美味しいよね。他には何かある。いっぱいありすぎて分かんないそうです。とにかく元気にいっぱい食べると、ドラみたいに強くなれるから、好き嫌いせずに食べてくださいね。おー、強い。じゃあ質問して